ご周辺の皆さん、こんにちは。こんにちは。ご紹介をいただきました衆議院比例東海ブロック日本共産党の本村信子でございます。私は被爆2世として戦争をなくしたい、核兵器をなくしたい、貧困をなくしたい、こういう思いで政治に携わってまいりました。しかし安倍政権の下で集団的自衛権の行使容認の閣議決定をはじめ、戦争する国づくりが進められ、そして年金を引き下げ、消費税を上げ、とりわけ年金の少ない方々や賃金が少ない方々、生活が苦しい方々を一層苦しめる、貧困を増やしていく方向が突き進められようとしております。私はこの初心にかけて、この安倍政権の暴走を絶対に許すわけにはいかないんです。黙っているわけにはいかないんです。今度の総選挙、何としても暮らし、命、平和憲法を守り抜く日本共産党の議席、佐々木賢章さんの大事な大事な議席を引き継ぎ、仲間を増やして国会に駆け上る決意でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。私の地元豊田市でこういうお話をお伺いいたしました。8年前に特別養護老人ホームに申し込んだ。でも入ることができずに、結局病院に入院をして、入院しても3ヶ月後には退院を迫られ、3ヶ月、8年間ずっと病院をたらい回しにされ、8年後やっと最近になって入所できた。こういうお話をお伺いをいたしました。そしてお隣の三好市では、特別養護老人ホーム30床、新しい特別養護老人ホームができた。しかし介護職員を集めることができなくて、それをすぐにオープンすることができなかった。こういうお話をお伺いいたしました。医療や介護の現場は悲鳴を上げています。安倍政権が行っている社会保障の改悪では、こうした医療や介護の現場の悲鳴に応えることができないんです。命を大切にする日本共産党、医療、介護、年金、社会保障の充実を願う皆さんのその声は、日本共産党へとお寄せいただきますようよろしくお願いを申し上げます。そして私は5人の戦争体験をされた方からお話をお伺いいたしました。86歳の男性の方は、今年で戦争体験を語ることができるのは最後かもしれない、こう言いながら悪い体をして私たちに戦争の体験を語ってくださいました。私たちにお話を語ってくださった5人が5人とも、どうかどうか戦争するような国にはしないでほしいんだという切なる叫びを訴えられておられました。戦争体験をされたこうした方々の切なる叫びを、私たちはしっかりと胸に刻み込み、未来に生かしていこうではありませんか。戦争する国になるのか、それとも平和憲法を守り生かし子どもたちに手渡していくのか、このことが問われる歴史の分かれ道にこの総選挙立っております。どうか私たち主権者の力で平和憲法を守り生かしていく道、ご一緒に選び取ろうではありませんか。私は被爆2世として亡くなられた被爆者の方の分まで、戦争する国づくりは絶対に許さない、平和憲法を守り生かした平和外交を進めるために全力を挙げてまいります。東海比例ブロック21の議席のうち1議席じゃ変わらないんです。ぜひとも4議席高橋祐介候補までですね、ぜひ
みんなの力で押し上げていこうではありませんか。私も全身全霊かけて力いっぱい頑張り抜くことをお誓いを申し上げ、決意表明とさせていただきます。ご一緒に頑張りましょう。お集まりの皆さん、私が島津幸弘です。私は静岡県の浜松市に生まれました。私の母親は女手一つで私と妹を育ててくれたんです。朝早くから夜遅くまで本当に一生懸命働いてるんだけど、生活が苦しかったことを覚えています。私は母のような真面目に働く人が報われる社会、人間らしくみんなが安心して暮らせる社会、この社会を求めて日本共産党に入党しました。これが私の政治家としての原点です。ところが皆さん、今の安倍政権の政治、アベノミクスだと言って格差と貧困を広げる、私はどうしても許せません。大企業の応援から国民の暮らし第一に応援を切り替えて、経済を立て直し、安心して希望を持って暮らせる日本を皆さんと一緒に作るために全力で頑張ってまいります。どうぞよろしくお願いいたします。さて、今も紹介していただきました浜岡原発、あの福島の原発の事故でもう人類と原発は共存できない、こういうことがはっきりしています。でも皆さん、中部電力はこともあろうにもうすでに浜岡原発の再稼働に向けた申請を今年の2月に行いました。九州のあの仙台原発ではもう再稼働に向けて動き始めています。皆さん、安倍首相は選挙が終わったら仙台原発を皮切りに全国各地の原発を再稼働させようとしてるんです。こんなことは許してはなりません。今静岡県では浜岡原発の再稼働反対の一点での運動と共同が広がっています。先日は静岡市で4000人の集会が開かれました。静岡県では県内各地で署名運動も広がっています。浜岡原発再稼働反対の声をオール静岡の声にしよう。皆さん、この声をこの愛知にも岐阜にも三重にもオール東海の声に広げて、浜岡再稼働を許さず原発ゼロの日本を作る、こういう道を今度の選挙で切り開こうではありませんか。沖縄では基地反対オール沖縄の声があの県知事選挙歴史的な勝利を勝ち取りました。今度は私たちの番です。浜岡原発再稼働反対原発ゼロ、これを掲げる日本共産党の議員をこの東海から一人でも多く、比例の4人はもちろんですが小選挙区の候補者も一人でも多く国会に送っていただいて、皆さんと力を合わせて希望ある日本を作ってまいります。共に最後まで頑張りましょう。皆さん、比例代表選挙は政党名で書く選挙なんです。島津初めて見てなかなかいいこと言ったから、まあ愛知の皆さんはそうでもないかもしれないけど、島津って書くと今度は無効になっちゃうんです。比例代表は政党名の選挙、日本共産党、そして選挙区の方は候補者名、大いに広げていただいてこの選挙勝ち抜こうではありませんか。そのことを皆さんに決意を述べお訴えして、私の決意表明といたします。頑張りましょう。日本共産党の大野博光です。今度の選挙、国民の暮らしも日本の経済も壊した消費税の増税、これを進めた自民党や公明党、そして一緒になって進めた民主党、この増税三兄弟に厳しい審判を下す選挙にしようじゃありませんか。
先日こうやって街頭でお話をしておりますと、小学生が消費税が 10% になったら100円のお菓子が買えなくなる、おじさんなんとか消費税増税やめてほしいっていう声をかけてきたんです。子供たちに消費税の増税ずっしりとのしかかっています。昨日子育て世代との懇談をしました。保育料がとても高くて、消費税の増税してから食費を削って生活をしている、本当に何とかしてほしい、悲痛な声が寄せられました。消費税の増税を今度の総選挙では先送り実施ではなく中止をさせる、そして税金はこれアベノミクスで株でボロ儲けをした大資産家の皆さんや莫大な利益を上げている大企業に税金しっかり払ってもらう、この税金の集め方大改革しようじゃないですか。そうだ。そして何よりも働く人の給料が減ってるから所得税がどんどん減っていく、社会保障の財源も先細り、働く人の給料を増やして所得税を引き上げていく、社会保障の財源を作っていく、ここにこそ日本の経済と財政社会保障を立て直す一番の確かな道がある、このことを訴え抜いて頑張りたいと思います。消費税増税ストップ、あなたの願いは日本共産党へ。そして高橋さんも言いました、4人まで揃って国会に送ってください。頑張ります。ありがとうございました。皆さんこんにちは。今度の選挙で比例東海ブロックより立候補いたしました、日本共産党高橋祐介です。私は12年間非正規の業員として働いてきました。雇用の問題、この問題どうしても解決したい、その思いで今度の総選挙全力で頑張ってまいります。皆さん今アベノミクスと言われていますが、恩恵受けたという方一体どれほどいるんでしょうか。一部の企業そして富裕層は恩恵あったという人いますが、ほとんどの国民、中小業者の皆さん、恩恵ない、私には関係ない、これが実感じゃないでしょうか。そして雇用の問題でも正社員は22万人減らされて、そして非正規雇用が123万人増やされた。また安倍政権では労働者派遣法の改悪を行おうとして、いつでも首を切れる労働者を増やそうとしてきました。残業代ゼロ法などというとんでもない悪法も制定を目論んでいます。こんな働き方をさせられて安心して生活できるんでしょうか。明るい将来を展望できるんでしょうか。私自身先ほども言いました、12年間非正規の教員として働いて、日々の生活がやっと、将来のことを考える余裕もありませんでした。こんなことをこのまま許していていいのでしょうか。今度の選挙でこの働かし方放置し続けてきた自民党政治、大きく変えようではありませんか。そのためにも今度の選挙で皆さんのお力で日本共産党の議席を大きく増やしてください。この比例東海ブロック議席2議席以上ということで目標を立てておりますが、私は欲深いです。4人全員の当選目指して共に頑張っていきましょう。ありがとうございます。頑張りましょう。